はい、こんにちは、カズボーです。ドラゴンクエストクールモノクローム続きやっていきたいと思います。多分ここだと思うんだけど、違うかな。でもこれフレイムって倒せないよね。あんな避けようがないじゃん。あ、避けれた。触れたらだってだ、いやー、やっちまったな。危ない。いや、これどうやって倒すんだろう。1は食らうんだよな。逃げるしかないとか？やだよそんなの。逃げれんだ。これ逃げていくの嫌なんだけど。キラリカント。逃げ解禁するしかない？あら。嫌なんだけど。待って、キラリカンとか、まあ、固定敵で決まってるよな。ちょっと全貌だけ見ようぜ。リセットを押すとして、やべやべ、あ、やべ。宝があんね。どうすればいいんだこれ。何回も挑戦したメドロアオーブだって。ないそれ。え、装備してる。なんだこれ、メドロアオーブって。当たんないようにね、行くの大変だったけどね。なんか咳してんね、気のせいだろ。階段も見つけたんですよ。で、フレームはやっぱり何やっても倒せないんだよね。あれどうやって倒すんだ、あれ。当たったらもう逃げるしかないから、逃げるの嫌だしね。まあ逃げてもいいかな、解禁してもいいかな。あそこに行くんだよね。メドラオーブってなんだ。もう、あれ？あれ？ちょっと待って、え？ダメージ取ったよ。なんで？なんでダメージ取ったの？たまにこういうのあるからさ、まあいいんだけど。ああ、そういうことか。
あ、間違えた。やっぱ通るね。なんで？レベル上がったから？え、メドロアオーブの効果かな？もしかして。ありえんな。え、ちょっと待って、これどうなってんの？メドロア。え、あり、あり、そういうのある？もしかして。だよね。え、あんなとこにあるものじゃあ拾わないと倒せないってこと？逃げるの嫌な人だって当たったらもう大変だよあれ。あの階段だな。マジかね。メドロアオーブって ダメージ食らせられるようなのかな。 あれに聞けばいいか、あの遊び人みたいな人。あ、違う、遊び人じゃねえや、遊び人か、いたじゃん、誰だっけあれ、アイテムマスターみたいな人。ベルトしてんのってこれかな。出るか。いや、さっきのとこだね。なんで効かなかったんだろう、フレーム。
回ね、まあ、回ってある程度もう道分かったんで。右から回った方が良かったのか。お、ルーラ分の一回残ってるね。オッケーオッケー。まあ、いざとなったらキメラの翼ばっかりいいけどね。なんかあるよね、多分。あ、しまった。あれ、なんもない。いや、いけるいける、ある。これなんかあるんだろう。何、裏に何かあると思ったら柱が出てきた。倒れんのかな。マジか。ショートカットだ。なるほどね。ブリダウンもできんのか。剣で倒せるってことね。あんなとこにあって、だってフレーム出てくる前にすぐ手に入るでしょ、あんなの。あ、魔法の鎧変えるね。じゃあショートカットしていけるね。ああ、なるほどね。じゃあもう楽じゃん。じゃあ、あの先まで行ってみようか。いやー、しかしすごいね。あんなとこにメドロアオーブってあって。別なとこにもないのかなと思ってさ。探してたんだけど、なかった。なんか、そんなに吹雪の剣とかさ、そんなんないかなと思って。こんな。だってここにいんのにさ、この先にあるんだよ。これ、横からスルーしていくしかないんだから。当たったらもう終わりだよ。まあ、しょうがない。その時は逃げろってことだね。あ、魔法の鎧あるから。でもあれ、ショートカットをあそこからするってことはだいぶ違うってこと？これはまだ可愛いもんね。あ、あそこの上行かなくていいってことだもんね。バウワーってね。柱はちょっとびっくりしたな。あ、え？これ違うじゃん。いけねえじゃん。下か。こっから行こうと思っても右にもいるしさ。大変だったよ。え、この上に上がるのなんなんこれ。階段があるな。また下に降りるのと上に上がるのがあるぞ。
そういうことか。ショートカットも何もないわ。あそこで当たりなんだ。あ、そういうことね。いけないじゃん、だってこれ。30暮らし。魔法の鎧って何なの？え、じゃあ上の左はどこに行くんだろう、あれ。結局は全部回らなくちゃいけないよね。柱とかさ、なんであんな遠いところに行かないとダメなんだろうと思って調べたら柱だったの。からなんか柱かなんか倒すんじゃねえの、あれ。なんかそんなような気してきた。この上のさ、ああ。できないもん。ちょっと待て。 B の Q だってよ。どうしたら開かない？そんなことないか。あ開いたし、マジ開いた。うそー、どうしよう。ちょっと待って待って、上まだ調べてないんだから。あの柱倒れた先もだって言ってないよ。まずそこでしょ。柱さ倒れた先に行って、あーまたか。まず行ってみて、あれ倒したら開くんだね、あれね。やってみるもんだね。おおってだって思いがけねえもん、あんなの。そうなると思ってないじゃん、こっちは。追撃のダメージで倒せるよね。あー、もう結構時間ギリギリですね。ショートカットでも何でもなかった。こうなんかあるな。あ、マジか。3000だって。4555。炎の剣とか欲しいよね。
あ、さっき言っときゃよかったな。失敗しましたね、これはね。一回出てもいいか。さっきのとこなんだろう。今回ここまでにしとく？だいたい回れたもんね。炎の剣多分持ってればだいぶ違うと思うんですよ。あいつほっといてもいいか。メタルハンター罠だな、あれ。1しか食らないでしょ、だって今。うわ、マジかい。3000は大きいね。なんか買えっつってんだよね。三鏡の盾とか高くて買えないじゃんよ。だから、まあ、武器なんだろうなと思いますけど。お、外いいかな。あ、ベギラも覚えた。やべえ、やべえもん燃えた。ま、あれ大魔導一撃じゃん。 MVP つけてきてからまたあそこ取るのやだな。すげえな、ベギラマ。ちょっと待って、あそこの先だけちょっと気になるよ。どこだろう。真ん中にスライムみたいな。とりあえずまた倒さなくちゃないのかな。あ、開いてんね。一回開ければもういいんだ。なんかどっかにスイッチあるのかなと思ったけど、そうでもないみたいな。マジか、大外れじゃん。なんか一番下いないよね。一回出るか。どっちにしろダメだね、これ。はい、ということで今回ここまでにしましょう。自然に HP 回復していく魔法の鎧、ターンにつき2ポイント精神を分けるかもよ。まあまあね、そりゃそうだよね。5100だから、炎の剣7000だったな。はい。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、X のフォローなどしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。